皆さんこんにちは、 J ボーイ明石店です。本日ご紹介させていただきますお車は平成12年式の三菱パジェロです。仙台外観の方から見ていきたいと思います。今ボディ磨く前ですんで、ちょっとこういった雨じみありますけれども、この辺りはほとんど取れるかと思います。細かいのでいけばこういったところですね、があります。ちょっとこちらの車両大きな傷がありますので、細かな傷はちょっとまあ省いて、大きな傷、壊れているところからちょっと見ていきたいと思います。まず右のリアですね、こちらですね、テールライトのレンズ破損しております。テールライトのレンズとあとガーニッシュですね、ここもちょっと割れてますので、交換が必要となってきます。とリアバンパーですね、まずこの辺り、大きな傷がダーッとあるような形です。はい。で、それに伴って、バンパーここですね、隙間ができてしまってます。このバンパー取り付けるですね、この隙間のこれですね、これが本来ここにひっついてるんですけども、割れてしまってるような状態となってます。と後ろですね、ここですね、おそらくぶつけた時に一緒にここも割れてしまったんだと思います。こんな感じですね。あと塗装のハゲですね、あります。こういったのもそうですね。で、次がこちらですね、こっちに、塗装が剥げるほどではないんですけれども、ザーッとこういう形で、分かりますか、傷が入っております。はい。で、こちらですね、これの黒いところは取れるかと思います。ただ、うっすらとした傷はございます。あとこことここですね、塗装の剥がれがあります。その他にも小傷等はございます。で、もう一箇所、ここですね、これですね、ここに傷がございます。磨けばこちらもある程度取れるかと思いますが、多少薄く跡が残るかと思います。次ですね、左の前ですね、ここに擦り傷がございます。ちょっと茶色みがかっているところはこれは取れますね。黒いところは傷として残るようなイメージで思っていただければと思います。それでは内装の方に行きたいと思います。あとですね、これですね、ルーフのキャリアですね、荷物置く分ですね、ついてます。それでは内装の方に行きたいと思います。こちらの方もちょっとまだ、洗車もまだしてない、状態なので、ちょっと内装もゴミがいっぱいあるんですけども、まず距離ですね、8万5612キロとなっております。クルーズコントロールですね、これですね、と、まあ、どうですか、パワーウィンドウ、ここですね、はい、動きますね。で、こちらですね、もともとの純正のマルチタイプのナビなんですけれども、その下に社外品のナビ入っております。で、純正のナビ外してしまいますと、社外品のナビが使えなくなることがあるので、こちらの方はこの中に純正のナビを移植して、で、両方の画面映るような状態となってます。で、こちらのナビの方はナビとテレビですね、ついてます。で、こちらのモニターなんですけども、バックカメラ一応ついてるんですけども、ちょっと年数が経ってしまってまして、画像がかなり白ぼけてるような状態となってしまってます。うっすらとこの辺りに、リアバンパーのところの、アルミのステップのようなものが見えるかと思います。
この辺りですね。国際的な広告賞を2回以上受賞していることという条件があり、この結果応募エアコン類であったりとかですね。とシフトなどこんな感じですね。とこちらに ETC がついてます。鍵はキーレスついてます。シートですね。年数経ってますんで若干のやはり使用感あります。とこの辺りシミがありますね。この辺りちょっとゴミあるんですけれども、タバコのゴミですねあるんですけれども、この辺りは、スチーム洗浄すれば全て取れると思います。2列目です。すいません、2列目ですね。こちらの方にも、若干の薄いシミ、これはまあまあ水拭きで磨けば取れるかと思います。で、あちらの奥にですねちょっとシミあるかと思うんですけども、向こうちょっと向こう側回った時に見ていきたいと思います。白のトランクスペースですね。こういった形になってます。で、3列目のシートですね、ここに入ってます。この部分に噛むような感じですね。で、ヘッドレストがここに入ってます。こんな感じですね。はい、でここですね、ここに、シミがあります。こちらもスチームすればある程度は消えるかと思うんですけども、どうしても消すとここだけちょっと色が変わってしまったりとか、表面が硬くなってしまったりすることもあるので、シミを消えるのを優先するか、このシートの肌触りを優先するのかっていうような形ですね。はい、で助手席ですね。こちらの方にも、うっすらとシミ、のようなものがあります。洗車の方で、取れればなというような感じですね。はい、次、エンジンルームですね。はい、こんな感じですね。コーションプレートは、こちらの方にここですね、ちょっと見えにくいかと思うんですけども、こちらの方にございます。はい、こんな感じですね。こちらの車両ですね、気になられた方は直接お店の方までお電話いただくか、カーセンサーの方よりお問い合わせいただければと思います。当店の、電話番号ですね、こちらですね 078-939-3070 となっております。よろしくお願いいたします。